おはようございます、サードロです。今回は12月1日木曜日の分のイベントクエスト更新が来ましたので、こちらをやっていこうかなと思います。でクエストが一応我が輩は名探偵にゃっていうことで、一応非属性統一の弱点のクエストの3等分ですね。でマスターランク星4なので難易度はそんなに高くないんじゃないかなと思います。で報酬に関しては、お供の防具ですねを作れる素材がもらえるみたいなので、一応初見クリアした後に、どういった防具が作れるのかっていうのも見ていこうかなと思います。で一応装備に関してはこちらですね、非属性の資料笛で、まあ、新しく追加された粉塵まといを採用しているこの装備でやっていこうかなと思います。したらマップは寒冷群島みたいですね。先にゴシャハギからちょっとやっていきましょうか。でまあ難易度的にはマスターランク4なので、まあそんなに難しくないかなと思うんですけど、であとめちゃくちゃ私事すぎるんですけど、あの鉄柱司教だ、あのあれですね、めちゃくちゃ今風邪気味で、あの声がいつもとちょっと違うかもしれないんですけど、まあそこはちょっとご了承いただければなと思います。じゃあこれで粉塵まとって、でちょっと待って、あれが欲しい。あ、だよねだよね、飛ばされるよね。ちょっと合心ゲージを先に回収したいんですけど、ちょっと待って、痛くね普通に攻撃。え、なんか強くないか。え、ちょっと強化されてません？合心剥がされたし。待って、これ回復戦率 A だよね。え、なんか強くないですか普通に。え、普通に強いんですけど。一音二音ちょっと鉄柱司教だ炊き直して、え、待って、強くない？めっちゃダメージもらってる。これで回収。1音、2音。で、3音回収。演奏入れ、れるか。入れれる、OK。これで合心ゲージ溜まるけど、消されていく。3音入れる。よし、ナイス。よいしょ。ナイス。え、待って、なんか、火力が痛いな。ちょっと待って。ちょっと動きすぎやって、よいしょよいしょ。頭が狙いづら。おお、待って、これ回復する、さすがに。一回閃光玉投げさせてもろて、罠置きますね。はい、ちょっとこれで2音で、鉄柱司教台入れて、多分罠切れるかな？切れますね。これ3をつなげれるから、つなげて、あ、弱りましたね。弱ったんだったら、ちょっと捕獲をさせていただいて、これで終わりですね。じゃあ難易度的には、火力なんかちょっと高い気がしますけど、あれですね、HP はそんなに高くないですね。あともう一匹が、イソネミアシュかな？あ、3等クエストか。3等クエストだから、アイテム、マイセット。ちょっと寝ぼけすぎ。アイテム、マイセットね。これで OK。補充して、次ですね。あ、サブキャンが近い。じゃあ、こっちから飛びますか。あともう一匹何でしたっけ？ウルクススだったっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど。そろそろ3頭目が、そろそろ3頭目が湧く頃かなと思うんですけど。よいしょ。イソネミアシュは確か睡眠があれでしたよね。使ってくるやつでしたよね。まあ、あんまやってなさすぎて、イソネミクニアシュ。鉄柱司教だ、間に合わない。方向のモーションそこなんだ。鉄柱司教だ。3を、あ、待って待って待って。ちょ待って、ちょっと待った。3を回収。叩きつけ、演奏を回避。3を合わせれる。よし。間に合うか、これ。危ない、よし、危ね。あ、ルナガロンでしたね。そうだ、ルナガロンだ。やばい、マジ、記憶力ぶっ飛んでる。あ、これちょっと一回、行きたいな。ちょっと待って、一回、鉄柱司教だ。あ、待って、鉄柱司教だで、ハイパーアーバーで防いで、この火力はちょっとやばいですね。控えちょ。どこ行った？あ、危ね。あ、回復薬だと飲んでたの。ちょっと閃光玉使わせてもらうか。よし。で、2音。これで3音。で、3音演奏で。そろそろ合心ゲージが欲しい。これ、シップ避けれる。これで2音回収。避けて、3音回収。多重演奏。使
これ3をつながるか。つながりそう。OK。これ、チェーンの演奏までいけますね。OK。で、OK。700ダメージでかい。これで、1、4、多重、スタン、鉄柱式強打炊きたい。で、2音、3音、で、3音演奏。OK。で、合心回収、送竜できますね。乗れる、あ、ルナガロンいるか。ちょっと合わせてか。これちょっと移動がめんどくさいのもあるんで、このまま連れていきますか。あ、てか待って。ソロだよね、これ。盟友連れていけるくね？盟友。これ多分盟友連れて行った方が楽ですね。ちょっと僕盟友連れて行くの忘れちゃったんですけど、あ、ルナガロンいますね。したら、1回、2回、3回目で、あ、これ失敗したわ。普通に僧侶失敗してる。あ、でも捕獲できますね。捕獲できそうなんで、罠。どっちだ？いたいたいた。どうしやがった？あ、マジちょっと、落とし穴いけるかな。ちょっとこっち来てほしい。あ、死んだ力尽きたんかい。したら、あとルナガロンですね。ルナガロンは、上か。じゃあサブキャン行って。これ絶対盟友連れて行った方が楽ですね。さあ、これで、アイテム補充して、普段着。OK。じゃあ残りの。で、今回、粉塵まとい、新しい装備でつくようになって、普通に、粉塵まとい、まあ、5、6回発動すれば、それで5000ダメージとか、スキル1個なのに稼いでくれるんで、あ、めっちゃ空振った。これ、鉄柱式強打で回収して、演奏を、で、これ3、いや、早動き。ルナガロンも全然やってないから、ちょっと動き忘れちゃってますけど、これ3応援数を入れれる。これ、避けて、動き早すぎんか動き。これ、1音、2音、3音回収したい。あ、これいけるか。これ、なんだっけ。あ、いけるいける。吹いて、これ、鉄柱式強打。で、3を合わせる。OK。完璧。で、1音、2音。そろそろ合心が溜まる。OK。で、ここで3、ちょっと合心、あれしちゃいましたけど、スタン取って、1音、2音。OK。620ダメージ。まあ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 。で、3を回収して3を演奏。まあ、3等クエスト出してマスターランク4だし、そろそろ、弱りそうですけどね。盟友連れてくればマジでよかった。これ盟友連れてきたがいいですね。敵の火力が結構大きいので、特に火の矢写しで笛でバフ耐えてもらえるとすごく楽かなとは思いますね。これで1、4、2、4。これちょっと回収の仕方悪かったですけど、鉄柱式強打で避けて、で3音演奏。 OK。これ、僧侶はもういいでしょ。盟友だったらちょっと盟友に任せてますけど、盟友連れてきてないんで、これで3音演奏。いける。で、1音、2音、3を合わせて演奏。これでそろそろ弱らないかな。まだ弱んないか。鉄柱式強打。で、これで一撃で、OK、600。防身で防いで、ここも3音演奏いけますね。え、なんか最後のルナガロンだけ HP 多いな。鉄柱式強打、1音2音回収。3音目がちょっと危ない。これはい、3音回収したいな。ここで3音演奏いける。よし、終わりましたね。したら捕獲できるモンスターなんで、しびれ罠準備して、これ命と引き換えの罠でいいや。ほナイス。じゃあこれで終わりですね。これサイズは大きいのかな、ちょっと大きいのかちょっと分かんないですけど、これでとりあえず終わりで、クエストタイムが一応8分55秒ですね。盟友なしでこれぐらいなんで、まあ、盟友連れてってる方とかで、まあ、しっかりやってる方だったら多分ゼロ踏ん張りとかも多分出るぐらいの難易度かなとは思います。
で、一応報酬に関しては、まあ、いつもの3等分の報酬と、まあ、鎧玉とかがある程度落ちて、これですね、この回答の予告状がイベントの報酬みたいなので、早速これで作れるやつを見ていこうかなと思います。一応まあ解放要素としてはアイルボーグ、ニャーロック、ガルクボーグ、ガルセーヌの生産が可能になったみたいなんで、まあこの2つですね。そしたらまずアイルの方ですね。このニャーロックの方がこのニャーロックルーペ、まあ攻撃力240なんで、まあまあ平均ぐらいの火力が出るやつと、防御力200ですね。まあ今がちょっとどうしてもこのバルファルクの240が強すぎるので、まあ防具とかは使わないと思うんですけど、見た目的にはめちゃくちゃ可愛いですねっていうのがまずアイルの分で、まあ、性能としてはなんかこれといって特にこれを使う理由があるようなものはないかなと思います。でガルクに関してはこんな感じですね。見た目がでも結構いいですね。で武器性能としてはこれもなんか標準的なやつで、防御力も200なんで、まあ、性能面で使うことはないと思うんですけど、まあ重ね着として使うのは全然いいかなと思いますって感じで、今回はこれの2つですねが新しく作れるようになっていますので、ぜひ皆様もイベクエやっていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもサンブレイクの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。こんにちは、サードラです。今回は結構178